Hey guys, it's your boy Bitter ETC, and we're doing Chapter 5 in Honest Living with QDU this time. Last episode was heartbreaker, bro. I don't even know what happened, but it's a heartbreaker. Alright. Oh yeah, we're back with the boys! So, that's right. We, joined Tachibana. Yeah! Shy? そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。What a... Oh, wow. まあ、そこも堅気には思えねえけど。そうだな。Get my boy go. となると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は、立花不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。Okay. 空の一粒の下に、well, shit, damn. 俺の指紋が出て。I forgot how intense things get. おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる、うん、俺が街を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこだ。 Damn. なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。Yeah, definitely. I mean, Tachibana had connections with almost everybody. That man's a playboy, basically. Well, not really, but you know. で、お前は今何してんだ？だから不動産屋の仕事だ。は？空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが。それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が肩着の仕事するって？Let's mess up. Come on, don't do that. 織田っていう橘不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そうするとこの後、キッサアルプスって店で待ち合わせ。Cafe Alps. All right, we're going to cafe. その前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩に見える服を仕立ててこいとさ。はあ。ああ。You got a point, you got a point. お前、もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？ The drip, okay. 服についちゃお前に聞くのが一番だ。Okay, he knows he got the drip, okay. 真っ当な肩の服、見立ててくれるかと思ってな。Yeah, let's go. 人を見る目があるぜ、お前。わかった。I love his confidence. I love his confidence. 安心しろ。そんなに期待しちゃいない。ただ、俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前な、それが人に物頼む態度か。That's funny. That's pretty funny. Alright, we gonna change the drip. Let's go. Okay. Okay. Okay.待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら、中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。OK。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。My civilian clothes. Let's go. A few moments later. Get ready to slumber. Let brother go home. Yeah.
The drip. Okay. 着いたぞ。ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。Yes, sir. そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。うん。うん。無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。I thought you said you wanted something boring. What? それが肩切ってもんだろうが。見え張ってなんもなのは極道だけだ。Wow. ただこれじゃなんていうか。That's messed up. 貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえ、それ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせえ。それじゃあ、これはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。I didn't really say like that. 白か。White, huh? さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ。試着してみろよ。 Alright, what are we wearing? What are we wearing? Oh god, what are we wearing? No lie. Oh, okay. It's no lie. Okay. It's no lie. Oh my, oh my. Move. You're in my way of my drip. Don't touch my drip. What? Right here.Alright, we're seeing you, Oda. Oh, damn. Yo, Kitaga. Machi kutabireta ze. Oda. San ga nukete ru zo, oi. Joshi obise ni suru yatsu ga doko ni in da. Daitai, omae, sono fuku nan da yo. Chanto shiro tsutta ro. Zenzen katagi ni mie nei ja nei ka.あんたに言われたくねえよ。Oh, you got a point. そうか? Wow, you got him. 他にもっとマシな教育係はいねえのか、立花不動産には。Damn. バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ?覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ。キリュウ君。なんだ?伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか? What is it? いちいちダダこねんなよ。ま、何もしないようにしたわ。Oh my god! He looks so fashionable, bro. He looks amazing. さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。Older gentleman, ね。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね。どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋?あ?ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく言いや、立ちの器量を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠。ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。Okay. 普通の出物より相当安い。I might learn about stocks. こいつを占有ですと、その占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。I'm not rich, though. 自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。Okay. 本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。
専用屋をせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあその専用屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。Oh, okay. おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと専用屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。あ、oh, okay. いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまりなめた真似するようならきちんと社長に報告するからな。あ、はい、わかった。あ、はい、well、いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。Where is good to talk business? Table up in front? Definitely not. I don't think that's a good spot. Oi, mate. 席は入り口の近く。これから仕事の話すんだから、こういう時はもう少し奥の席にすんだよ。Yeah, you always want to. I was thinking that you don't ever want to pick the front. わかった。もう俺の教育は始まってんだからな。気抜くなよ。You wouldn't let me move. Leave me alone. Okay. Table at the back, table near the back. Where else? Okay. I mean, there's only two. Okay, table near the back. What about this one? Yeah, because you're not around. よし、この場所なら問題ないだろう。Yeah. 仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。Why should I take the farther seat? If I take the farther seat, I would be able to tell who's coming in. If I picked a nearer seat.I would be able to tell who's behind, but that's not. I think I want to go farthest. Oi! Masaka Kamiza ni swaro nante omotte nai yo. The head? The head? Iriguchi ni chikai hou ga Shimoza de, toi hou ga Kamiza. Ore tachi ga swaru no wa touzen Shimoza da. Oh, okay. I didn't even know that. What the heck?知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。Okay, that okay. わかった。I did not know that. That's pretty cool. All right. いらっしゃいませ。Something. ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。I get a coffee. コーヒーを。いや、注文は連れが来たからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。Okay, I should have known that. I don't know what the fuck I was thinking. お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。Okay, I'm sorry, dude. I don't know nothing. それがビジネスマナーってもんだ。I know absolutely nothing. 別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。OK。しかしめんどくせえな。何言ってんだ。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。I did not. I mean, yeah, that is true. おい、He wasn't that high of a level. あのじいさんが今日の客だ。Oh, that's him. OK。どうも、山根さん。お久しぶりです。
ああ、悪いね、小田さん。They are tall, he's short. なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。OK。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。OK。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ、その先の取引には繋がらないからな。OK、OK。だが、残念。名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。OK。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。 OK 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 I'm learning etiquette. I'm learning etiquette. Wow, this is actually teaching me something. OK なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万。勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。Hey, well, Kiryu, I know. ビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めると後は怖いんですよ。Okay. お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですか。Oh yeah. Oh yeah. ヤクザのエキスパート。いやー、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。Oh, that's messed up. 時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよ。な、桐生くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。オッケー。それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わ、okay. かりました。あとは我々にお任せくださいな、桐生くん。Yes, sir. Kiryu is so, so cool. I love Kiryu. I love him so much. Well, one thing I can say is I am learning proper etiquette of being a businessman. 話は分かったな。要するに、占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。All right. 占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。You got a point. そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュ君に最初の任務をやろう。My first mission! なんだ。
ひとっ走り、菓子より買ってきてくれ。は？相手が専用屋にしても、手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。OK。またそれが。わかったよ。菓子より買ったら、杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃ、また後でな。I had I had no clue any of this was like wow. Huh. Hey. 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 Hey.Yes, sir. これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。All right. ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。Oh my god. Alright, at least I bought some stuff. I bought some stuff for you. お手並み拝見といこうか。まあ、見てな。Okay, okay, okay. Good thing I bought some toughness and all that, just in case. この部屋らしいな。すみません。辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産、okay. あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか。立ち退く？なんだよそれ。俺は立ち退く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての専用屋がよく言うな。なんだよ専用屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしては、さっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです。おー、ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ。不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。
Oh my god. That was pretty intense. Golly. Oda does not fuck around, dude. ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って専友屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手、バックにいるヤクザか。結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。Golly. Oh, they here already. なんだこいつら。眠いねえ、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立場の不動産って人たち、山の井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょ。700なんて良心的だと思わない？ Oh, damn. ほんの少し部屋に座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろう。今時の不動産屋は濡れ手で暴れ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。小田、あんた花からこういう筋書きだったのか。Oh my god。 まあね、でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。Oh shit, come on. し、しろと。余計な手間かけさせよう。この手間賃も仲介料。I'll beat the shit out of you. その手間賃ってのはいくらだ？300万。合わせて1000万だ！ Oh my god.Let's go. The squad is... Come on, Hope. Oh, I'm hitting him with your banner, bro. Oh my... Give me the bike. Give me the bike. Give me the bike. Damn, you really snapped. Oh, hold up. Get up. Get up. Hold up. Hold up. Watch out. Hold up. Slumber, that brother go home. He laid out on the floor. Temera, こんな真似してただで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ。登場会太平一家だ。 OK。 太平一家、あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波野博樹。 OK。 うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。You gonna leave his homie passed out? Damn.
河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって道島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの。Oh, he saw it. Oh my god. 戦友やろ、辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、その。あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ、一人で頑張る気。いえ、めっそうもない。You changed real quick. それじゃ、今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら、この桐生君が何してかすかわかんない。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。Yeah, bro. Get out of here. Get out of here.これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。What? ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。片木の人間からも感謝されるしな。You got a point. 俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする。ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。山の井、それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ、何の店だ。セレナ、ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。 OK。 俺のおもりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッチボール。マッハボールか。わかった。Alright。それじゃ、また後でな。We better go to the bowling alley! I hope so, if I wasn't. Yeah.The bowling alley. Oh wait, I gotta go back. No? Yeah?いやー、それにしても頑固ですね、山野井のジジイは。Whoa, what? 自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。Hey, what?山の井さんいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれているシタラさんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもんよ。ファイブビリオネアのリージュキン、おっと、てめえ、何つったってやがる。
Oh, the death stare. まあいいじゃねえ。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな。Oh, whoa, you talk, whoa. 俺って器が広いからよ。見逃してやるよ、兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。Oh, you talking shit. 怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。Oh my god, don't you dare talk shit to me like that. 行こうぜ。Come on, cutie. Hey! The hell was that? Little pet called him the Legion King with a straight face. Definitely mentioned the Yaminoi. Though, and I don't like what I heard, and you check up on him right away. Yeah, we gotta hurry up. Hopefully he ain't getting beat up. Yamanoi-san. No! Oi, shikkari shiro! Kiyu-san. Onegai shite ita shigoto. Katazukimashita ka? No! Ah. Sonna koto yori, daijoubu ka? Byouin e iku ka? Ie, daijoubu desu. Sugita biru made.よろしいですか。わかった。That fucking bastard. すみませんね。ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか。ええ。おかげさまで大した傷じゃないですよ。あいててて。しかし一体どうしたというんだ。実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あなたを潰そうとしている連中。もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか。 Fucking smart! Oh my god! キリュウさん、どうしてそれを。さっき向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯楽王ってのは。娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。5ビリオネアの一人と言われています。5ビリオネア。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五輪の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちが神室町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人は神室町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天海市通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかしなぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ。つまるところ金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。
東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。Damn. だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男、カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。That's fucked up. そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。うん。一つだけ方法があります。なんだそれは。キリュウさん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。専用屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。 Wait, what? 何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。 What? 別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。わお。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。 What? え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親。 What? How do you know this? そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた、What? 一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦していたんですよ。Oh my god, that's why he did that. 立花か。That's why Oda sent me. くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、橘さんも
あなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。Oh my god。あんた、風間のおやすさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔、ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。お願いできませんか、桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。What the heck? わかった。そこまで言うなら、勉強のつもりでやらせてもらおう。Oh my god。失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん。一つよろしくお願いしますよ、キリオさん。Wow, dude, I'm getting mind fucked again, bro. This game, oh my god.Right, no time like the present. Let's get you speed up on the basics of our business. But, it's a bit distracting with the place in such shambles. I'll call my secretary to help me straighten up. Secretary? Didn't know you had one. Oh, yeah. I'll introduce you later. She's quite the charmer, and I think you'll agree, cutie son. So, can I ask you to step out for a bit while I get the office put together? Shouldn't take too long. Alright.Wow, dude, I can't believe I just got mindfucked like that. So, Kazuma. Go for it. Kiryu-san. Oh. Kisho no Marina desu. Aww. Marina. Yamanoi-san's secretary. Look forward to working with you. She's adorable. Like her.Good to meet you. What do you think, Yuri-san? Place looks great, doesn't it? Yeah, it's incredible. Yeah, how'd you change it to that? The heck? You can now use the office in the Sugita building as your hideout, which also serves as a business headquarters. As the story advances, you'll unlock the ability to switch protagonists using the hideout telephone.As well as change clothing to any of the outfits you unlock. Hey! How about walk you through some business basics? This a good time? Sure, sounds good. Alright. Ooh, I get to talk to her. There's a lot to remember, but if you forget anything, you can ask me anytime. For now, I'll walk you through the whole process once. 20 minutes later. I mean,この金で。Oh! どうだ ！Oh! Okay! I love that! I'm getting a hang of it. Okay, basically, oh, I wasn't reading, my bad. Basically, you want to expand your holdings, grow those properties, and enhance your personnel roster. Oh, your personal roster, personnel, let me say personal, that will build your share and earn your greater profits. The bigger we get by repeating that process, the closer we'll get to shutting down the five billionaires. Okay, right, I'm on it. Oh, one other thing. I'm leaving it up to you how to spend any profits and operating capital. In this line of work, you end up spending money of all sorts of ways.Invest wisely. That includes investing in yourself. Okay. I don't see how I'm going to spend this much money anytime soon, but thanks. I'll use it well, I hope. I trust that you will, Mr. President. Wait, I don't remember becoming president. No, but as a secretary, it feels natural to call the one making all the business calls the president. Doesn't that feel really secretary-ish to you? Hey, all mine. As long as I get you next to me, you feel me? But...Does it? What do you really know? But Yamanoi-san is the president here, isn't he? Well, yes, officially. But what's the harm? If Marina-san wants to call you that, I say let her. Hey! Actually, this is my first gig as a secretary, so I'm eager to be secretary-ish as possible. What?
Okay, so you're a first timer at this too? What did you used to do before Yamanoi-san hired you? That's a big juicy secret. Whoa, wait. Hold up. I need your sauce, please. Oh my, okay then, I don't really care what you call me, so knock yourself out. Yay, then let's aim for the top here, Mr. Pred. Right. She seems capable enough, but she's a little... Alright, I see. A lot of headaches in my future. Well, I agree to do this. I'm going all in. President Cutie, let's go! Yeah, I was going to meet Oda for that drink. You said the place was called Serena on Tenkaichi Street? Oh, it's right down. Okay. Alright, let's see how it is. Oh my good. Well, cutscene. Alright, I'm gonna shut up. Banger, oh my god. いらっしゃいませ。いや。あれ？お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに？行きつけの店の一軒や二軒、俺にだってあるさ。この店は今俺の一番の大きに。な、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして、キリュウさん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、ヨウとあなたの話しかしないから。ね。おい、余計なこと言うな。まあいい。とりあえず、ここ座れよ。キリュウ。What? Why? Who is she? She seems important. Is her name Serena? それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。あ、そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ。最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる、うん、じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだかキリュウさん、ユミちゃんのお父さんみたい。
そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。That's pretty funny.それにしても立花不動産の小田って言ったか、ちょっと遅いんじゃねえのか。いや、どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ、先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ほん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？え？いいね。カラオケタイム。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうか。カラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい、俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ、歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。レッツゴー、カラオケタイムボーイ。Judgment? 心配。 Oh? Oh yeah. Go, go, go! Hey! Hey! L-I-S-I-K-I Nishiki! Yeah! 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 Nishiki! 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 Let's go! Yeah!意識、おいおいおい、意識はぶらないぜ、イエイ、フー、イエスマンに、フー、なりそびれた、ヤン、ヤン、ワルに残された、オーケー、ノート。Breaking the law, breaking the law, 壊せ。 Oh my God. 切り裂けてんだね。 More breaking the rule. 六本木天井じゃ縛れない。 I heard this song so many times, but I didn't know it was finished. But, yeah.Oh yeah. Oh yeah, banger! Let's go! That's a banger. That's I love it. What's my score? 92. I don't know if that's bad or good. I'm a karaoke king. Yeah, I guess that's good. Oh, I love that. Oh my god.どうよ、錦山くん、すごいプロみたいだったわ。わあ、だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく素直じゃねえな、本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ、たく。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限り、そんなルーズなやつとも思えねえけどな。Something's wrong. 本当ね。事故にでもあったんじゃないかしら。Hmm. Oh, cutscene. Oh my god. Oh. What? いらっしゃ。What the fuck?
No. Yo. Genki so da na. Awano no aniki. Nan de koko ni? Sotteru. Nishikiyama. What the fuck? Kojiro ni miyoue an daro? Kiryu. Sono setsu wa osewa narimashita. Kiryu-san. Omaera.戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産でいえ、こそこそ登場会に立てついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうに、oh、おめえのせいでけじめつけちまった。ゲーン、おめえ今度は何やらかした？下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。Nah, you bitch! Nishiki! Yue, ore ga kochira no Katagi-san to hanashiten daro ga. Nishiki yame yo. Gaki ga shasharu dete kunna. Nishiki yama wa kankei ne. Koitsu to wa.たまたま居合わせただけです。ああでなくても次はてめえだ。Fuck you, dude! Oh my god! もうこいつやっちまっていいすか？こいつの面見てるだけで、俺らはもう。おう。片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら。ここで錦山と飲んだら、美人のママも一緒にな。こいよ、キリュウ。すぐに戻る。How dare you, bro? そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ、錦山。What the fuck, dude?I'm gonna beat the fuck out of all of you just for that. How dare you, bro? Come on. Ore wa yo, omae ga shouki to wa omoe ne nda. Kumi nuketa sono ashi de furusu ni shonben hikkake yagatte. Okage de uchi wa 1000 man kara no shinogi ga pa da. Shini isogu no wa katte da ga yo.もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つったってんだ。土下座しろや、土下座。てめえたちは分かってんのか、バイラ。Nah, you're gonna get whooped。なんか勘違いしてるらしいな。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気などか。そうかよ。面白いな、お前。I'm gonna beat the shit out of you, dude. おれ、やってみろ。早くやれや。その代わり、ここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。
俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所吐いたよ。Oh, let's go! てめえ、何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。Oh my god, let's fucking go. Badass, I love you. 行くぜ。Okabe, oh my god. Come here. Oh. Oh my god, he beat the shit out of me when I roll out. Come here, motherfucker. I'm not swinging, but come here. Come here. Oh my god, you're hurting.Gotta get up. Come here. That's another one. Hold up. I gotta heal. Equipment. No. Inventory. Toughness.I thought that would be enough. Hey, get off me! Fuck you. Oh. Nope. Dude, he's beating my ass. No, you know what? Fuck you. Come here. Oh. Oh, you think you're good?Alright, I gotta start blocking, bro. Come here. Oh. Hold up. You're beating the fuck out of me. Come here. Going to rally. It's a 1v1. Come here. Wait, what if I go beast? Come here. Oh my god, I suck. I'll beat the shit out of you though. Come here.Anything I can grab? What did I pick up? Oh, butterfly knife! Oh, God! That has to hurt. That has to fucking hurt. That gotta hurt. Curb something.Oh, God. やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。Oh, shit. やってみろよ。No way. Kiryu, yo. Omae, nan de Tachibana Hudousan ni iru? Nani? Yeah, oh my god. Watte ru de? Kazuma no Kashiro ni shiji sareten daro? Ore ga wazawada konna yama de debatte kita ga. Omae ga Tachibana Hudousan to karande ru tte kiita kara da.柱の息がかかったおめえやな。俺はよ、風間の頭が橘不動産を使って殻の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。
だ。俺の言ってること間違ってるか？ Got a point. You got a point. どう思うが、あんたの勝手だ。もうね、ごまかすの下手だな。でも俺、おめえのそういうとこ気に入ってんだよ。もう立花不動産、もう空の一粒の持ち主を見つけたのか？そうか、まだか。それでも手がかりこれはつかんだはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ、何だかね。おめえは分かりやすくて本当いいや。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れまってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのが手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。 Oh my god。 やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一つに手を出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思うな。やってみろ。Oh shit! ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた立花に会ってどうする気だ。殻の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間ある。立花を渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始めろ。獲物は当然、oh, お前の首だ。 Shit Shit bro. Oh my god. An honest living. Completion bonus of 20 million yen earned.Wow, that was chapter 5.